キチャンネルジョン、こんにちは。さあ、サバイバルポジション、キャンプの見方ということでね、はい、今日は日本ハム編です。はい、はい、まあ、最下位ね、うん、昨年になって、まあ、今年はね、あの優勝以外2位も6位も一緒やっていうね、うん、形で、しかも去年はね、全員自分で使うって言ってて、うん、今年は固定で戦うって言ってね、はい、真逆の方針で戦う中でのね、うん、でも固定で戦うにはポジション勝ち得なきゃいけないからね。そうですね。その中で、まあ、日本ハムのサバイバルポジションで言えばよ、はい、うん、多分もうキャッチャーは伏見と宇佐美なのよ。そうですね。多分この二人の併用だと思う、うん、だからサバイバルも何も多分併用だと思うよ。清水選手は入ってこないですかね。うん、入ってこない。うん、ですか。はい、里崎翔にすごく近かった時があったのに。そうだね、うん、近くて遠い里崎翔だからねそうですね、近づけても。で、うん、ファーストで、だから決まってんのはもうショートの上川畑、はい、もうほぼ確、うん、でサードの野村、うん、これもほぼ確、はい、まあ、野村がファースト説もあるけどね、うん、で外野の松本はもうほぼ確、はい、もう確定ですね。でもまあ本当の確定は上川畑と松本だけじゃん、うんうん、まあでも野村は使うと思うけどね、うん、使いそうですよね。清宮選手も使いそうだろうなという気はするんですけどね。でもまだ勝てるチャンスあるからね、周りが、うん、やっぱあの頑張っても勝てるチャンスがないやつがほぼ確だから、うん、あと加藤豪介選手も使いそうじゃないですか、まあ、セカンドでね、うん、でもアルカンタラとかもいるからね。あ、競争ないかって言われるとそういうわけじゃないからね、うん、あとマルティネスね、はい、ここも外野じゃん。中日から来た、まあ、ファーストっていうのもありえるけどね、うん、だから松本と上川畑以外全員サバイバルじゃん、うん、ぶっちゃけ、まあ、チャンスはありそうですね、うん、うん、まあ、ヤチとかもね、うん、去年頑張ったけどね、うん、もう内野ほんと野村、加藤でしょ、はい、で中島、清宮、うん、八千、石井とかもう勝負じゃん、サバイバルじゃん。そうですね、内野その辺ですね、うん、で外野はまあね、あの近藤いなくなっちゃったから、うん、まあ、松本はもう確定で、うん、であとは浅間、うん、とか、まあ、木村、うん、磯端とか、はい、今川選手とか万波選手ですね、うん、サバイバル、ほぼサバだね、ほぼサバ。もう俺の予想はキャッチャーはもう宇佐美と伏見で確定、うん、で上川畑のショート、うん、であの外野の、松本で、まあ野村が、まあ、サードでもファーストでもみたいな、うん、が確定ちゃうかって思う、はい、でまあ DH も含めてあるからね、清宮、はい、まあ使いたいだろうけども、うん、まあ、まだここはまだ競争の位置だと思うんだよね、はい、まあそりゃそうだよね、去年もバチッと固まったわけじゃないしね、うん、でも固めていくって考えたら、まあ、だから既存の選手たちがめちゃくちゃね、はい、頑張らなきゃいけないっていうところはあるけども、だからまあアリエル・マルティネスも使うかな、レフトでな、レフトかファーストだよね、多分使うってなると。あ、伏見選手いるからキャッチャーはそりゃしないよ、いるからね、うん、だからまあアリエル・マルティネスもまあ使うと思うけどね、はい、だからそこら辺だね。アルカンタラがもうちょっと頑張ってくれたらな、うん、プロスピードのアルカンタラめっちゃ打ちやすいけどなそうなんですか、うん、でピッチャー、うん、はい、まあ、先発でいうと加藤、うん、噂は、はい、伊藤が先発なのかやんのかな、守護神どうなんですか、ね、やんないよな、まあ、先発の方がいいよね、本人も先発やりたいって言ってんだからさ。加藤、噂は伊藤、はい、でポンセ、あーポンセガンとかね、うん、投げれればガンとか先発になってくるけども、はい、あとはまあ根本とか北浦とか鈴木、うん、勝負だね。でもまあほぼほぼ決まってんのはもう加藤、噂は伊藤、ポンセ、うんうん、この4人はもうほぼ確だね、はい、だからあと2人だね、根本もほぼ確なの、ほぼ確に入れちゃう、ほぼ確に入れちゃう、ほぼいいじゃないですか、去年頑張ったし、いやー、そうでしょ、まだほぼ確じゃないでしょ、そうなんですか、うん、だからその後の2人のところに、だって多分ガンとか普通に投げれたら確定だから、うん、先発は高い金払ってるからね、最初はね、うん、最初で言うと、あとどうなるか分かんないけど、でそしたらあと一つだからね、はい、でもあれだね、ハムも外国人多いから、この外国人登録問題難しいね、確かに意外といますね、だって野手はマルティネス、アルカンタラで2、うん、だからピッチャーで3か、1、2、3、だからロドリス、はい、ロドリス、ガンとポンセなのか、メネズもいますね、だから多分ロドリゲスとポンセは絶対入んのよ、
だからガンとかメネズかどっちかだね。はい。でももし、まあ、そこがガンとか入ってきたらあと一人になるからね、うん、ピッチャーで、そこに上原、立野、鈴木、うん、池田で、カード投手はどうなりますかね。いやもうリリーフした方がいい、うん、ってずっと言ってますもんね、うん、で根本、うん、が勝負だね。はい。でリリーフは、まあ、ほぼ確定してるのが、まあ、多分吉田は行くやろうな、うん、宮西、うん、井口、はい、ロドリゲス、北山、まあまあリリーフも2個ぐらい空いてんな、うんうん、しかも後ろがまだピリッとしてないからね、うん、堀、宮西の左もね、またどうなっていくのかだから、後ろもまだ確定してないからね、うん、ピッチャー後ろの方がやっぱチャンスだ。でもそこをねハムはやっぱりしっかりまとめていかないといけないっていうところもあるしね、うん、まあ、あと玉井か、堀投手、吉田恒成ね、あと田中誠二投手も、うん、まあ後ろだね、うん、でもまあ田中誠二はそもそも1年間投げれるかどうかがね、うん、まだ未知数だからね、はい、そこがどうなるのかっていうところはあるけども、まあ、ハムに来てよかったよね、チャンスあるからね。そうですね。であとドラフト1位の矢澤君がね、まあ、どういう風な存在になるのかっていうところもあるし、富士大の金村ね、富士大だよと、はい、の前評判いいから、そういったところでもどういう風に入ってくるのか、うん、あとはもう西村ね頑張れっていうことだけは言ってやりたいけども、はい、でもまあ全部チャンスあるね、まあ、そういうチームだもんね、そこ去年試して試してっていうチームでしたからね、うん、だからそういったところではまあほぼみんなにチャンスあるから、でも今年は固定で戦うって言ってるから、のんきにしてたら使われない可能性もあるからね、うん、でも固定で戦うっていうことは、その固定した選手が頑張って結果を残していかないと順位が上がっていかないからね、うん、そういったところはあるけども、まあまあやっぱビッグチャンスだね、はい、ハムはね誰にでもチャンスがあるという、うん、そうそうそう、でそこを掴んでいけばね、うん、まあ、新しい球場にもなってくるしね、はい、まあ、そういったところでは楽しみも多いっていうところではね、まあ、矢澤君が二刀流するのかどうかね、うん、途中から打席に入りながらとかね、はい、あと大谷ルール OK だからね、はい、矢澤君が今のパ・リーグの中だったら矢澤君が一番大谷ルール適用チャンスあるよね、うん、そういった意味では、まあ、存在的にも面白いし、どういう風になっていくかは、まあ、楽しみだね、はい、あとは立つね、そろそろ出てきてくるとね、うん、面白い存在になってくるしね、もう3年目になりますか今年。そう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 か、うん、そういった面ではね、うん、どういう存在になっていくかっていうのは楽しみだね、うん、あ2年目か、うん、ということで、まあ、今年のね、まあ、今年のハムの動向はね、去年と全く違うことやるのか、はい、去年を継承していくのか分かんないけども、うん、まあ、また見どころ満載だからね、いやとにかくまだまだワクワクしますよ、そうそうそう、うんうん、あとはそれをね結果に結びつけられるのかどうかね、はい、選手たちの頑張りしたいですね、そうです、はい。